おはようございます。2017年9月の24日、12時33分です。お昼でございます。お疲れ様です。お疲れ様です。よろしく。日曜日だからね。はい、ワード2、アイテムありがとうございます。トコさん、お疲れっす。どうも。ああ、ネズミさん、どうもっす。お疲れっす。ありがとうございます。おはようくん。今日いい感じだよね。秋って感じだよね。すげえいい感じだよね。秋だよね。いや、好きだよ。こういう気候っていうか。あったけえわ、マジで。いい感じですね。はい、メリンコワード2。おはよう。おはよう。ハートプレゼントありがとう。俺も秋が一番好きだわ。いや、秋いいよね。でも今年サンマがどうなんだろう。サンマがね、サンマの唐揚げは食ったけど、のんちゃんの手料理の。焼き魚のサンマ、部屋の中でやるともうくっせえかんな。ダメだよね。松茸あんま食ったことないな。松茸ってうまいの？はい、ゆっちいらっしゃい。中国のせいなの？なんか水揚げが極端に少なかったって聞いたけど、なんで中国のせいなの？てかヘリコプター多くね？あー、筋肉痛だ。脇腹も筋肉痛だわ。全身筋肉痛だわ。ちょっとこれひどいな。足痛いし。ガッチャガチャ体。ガッチャガチャだよ。ガッチャガチャ。ああ、そうなんだ。へえ。いや、もう食料の取り合いでしょう。多分。そういうことだったんだ、水揚げ量少ないって。もう要は先取りみたいな感じなんだ。先にブワーって網かなんかで取っちゃって、日本の方に来ないと。やば。まあ、どうなるんだろうね、もうほんと。いや、それ命がけっつうかね、もう。じゃあ、折半とかにならないもんね。でも日本の領海域でしょう、要は。来られてもね、どうしたらいいんだよっていう。わざわざ料理するの、最近全然作ってないけど、できなくはないっすよ。全く作ってない。もう、のんちゃんの飯がうまくて、のんちゃんに作ってもらってばっかりだけど。できますよ。できます、できます。全然できますよ。まあ、俺が作るか、まあ、弁当を買ってくるか。まあ、それしかないよね。のんちゃん、ピザ食いたくね？ピザ食べる？ピザ頼もうか。
いつもでいいの？ピザ頼むかじゃあ。ピザあら。ピザあら。別のクーポン。ホームページ限定クーポン。ピザーラ。灰皿片付けようか、ちょっとね。え、のんちゃん声全然違うよ。浅井さんと全然声違うよ。浅井さんめちゃめちゃ甲高いから。和藤さーん、浅井でございます。和藤さーん。たまには違うの言ってみる、どう？俺はいつものが好きだけど。なんか食べたいのある？いつも俺はいつものもう鉄板でっていうか、もうあれしか食いたくないぐらいなんだけど、のんちゃんがあればなんかある？なんかさ、ガーリックとさ、うん、ガーリックとトマト。てかヘリコプターずっと飛んでない、今日。戦争でもやんのかな。ガーリックとトマト、イタリアンバジル違うな。ガーリックとトマト、なんていうピザそれ。タンポ、タンボ、タンボ。これは照り焼きマヨネーズにエビをトッピングするのが俺の定番。の結構なんだろう、それわかんないな。なんだろうそれ。どれ？トマトとガーリック？何トマトとガーリックって。ニンニクの、あ、ガーリック。うん。それはどんな？ガーリックミート。ガーリック好きにはたまらない。ガーリックたっぷりのトマトソースにスライスガーリックまでトッピング。相性のいいミート系統を組み合わせたガーリックピザだって。あ、先週と見る？これにする？うん。オッケー。ハーフ&ハーフ。元気もりもり。2種類目。2種類目。ハーフ&ハーフ初めてだね。ガーリックいいね、でも。うん。ちょっと、たまには冒険しないとね。ハーフ&ハーフ。照り焼きチキンとガーリック L ね。で、いつものやつでいいの？耳までチーズ。うん。はい。で、右側。追加トッピングで。うん、エビ、エビ。エビは、いつもの半分の方だけでいいの？じゃあ。OK。なんか追加したいトッピングある？大丈夫。大丈夫。イタリアンハーフエビ。オッケー。で、ネットだね。うん。
ちゃんはスタイル、まあだいぶ俺が肥やしたけどね。飲み物は？コーラ。コーラ？ガーバじゃなくていいの？はいよ。30分ぐらいに届くって。現金。注文した。ピザ。ちょっと、片すか。いくらなんでも汚すぎるわな。こっちで食べよう。配信で。配信やってんだもん。配信者ですから。え？マジで？配信者の彼女でしょ？そういうこと言ったら目。全身痛い、歩けねえ。論文の淳、大学受験やってんの？論文の淳、大学受験？歩けねえ、マジ痛え、体中。入っても通えないじゃん。いや、通えんじゃないの今は。忙しくない？今、なんかあんのかね、テレビ。レギュラーとか。マジで、ああ痛い痛い痛い。全身筋肉痛だわ。いっぱい走るかな。え？いっぱい走るかな。いっぱい走るもんね。分かった、釈迦の配置分かった。いいポジションが分かった。釈迦を出しちゃうよ。マジケツいて。体に悪いね、のんちゃん。体がボロボロ。いや、なんかね、筋痛いし、体ボロボロなんだけど。体操した？したかった。準備運動も適当だった。いきなり全力で走ってたわ。
最後だよね、特に最初はストレッチはちょっとやったけど、準備運動やんないダメだな。あーダメだ。あ、坂の部屋移動するっつったっけこれ。ああ坂のこと考えねえとな。そう、なんかスパイダーマンみたいな移動方法だったもん。飯食ったら今日の配信終わりにしようかな。寝ようかな俺。体痛いもんな。坂の水を飲みやすくしよう。あと水変えてあげよう。よいしょ。ごめんね移動ばっかりで。さあ一回出ようか。一回出ようか。おいで。またひどくなってんだよね。
ただいま。いやー筋肉痛治さないとこれやばいっしょ。筋肉痛治さないとやばい。ボロボロだもん。しかも寝てないし。やばいよ。やばい。うん。あ、サウナ入って？サウナ入んなくていいんだ。おー。冷やすんだよ。冷やすの？そう、最初は。いきなり水風呂って、あれ、暑いから水風呂だよ。うん。うん、マジ痛い。体ボロボロだよ本当に。どうもどうも、池上さんお疲れ様です。お疲れっす。池上さん昨日あれ、鮫島さんのあの炎上の時いたんすか、打ち上げ。何があったんすか。いや、配信回すな回さないで揉めたってこと。僕ちょっとよく分かんなかったんですけど、なんか警察沙汰になったんでしょ。あ、そうだったんだ。え、マクドナルドで働いてんの、トムソーヤ池上さんって。マックの夜勤。え、池上さんってマクドナルドで働いてんの。ちょっとそのマックで俺買い物してえな。ネムさん、初見さんいらっしゃい。いや、面白いでしょ、ちょっと。なんか配信者が働いてるところとかめちゃめちゃ見たいでしょ。うん、アイテムやらお金に執着なくなったら、ここのアイテムリスナーは楽。ここのアイテムリスナーは楽って何？どういうこと？え、マックとセブン掛け持ちしてんの？すご。何？特定されたって何？何の話？ニコ生ぶりなんだ、レム。ありがとう。面白かった。こっちもよろしく。特定されたって何の話ですか？何が特定されたの？不安になると人に流される癖ない。ないね。一切ない。俺、あの、人に流されるって言われたこと一回もないもん。うん、ないです、うん。むしろ人の言うこと全く聞かないタイプだわ。何をどう見てそう思ったのか教えてもらいたいわ。俺、人に流されるタイプじゃないでしょ、完全に。特定されてネカフェ正社員クビになった。かわいそう。
でも超偉い、掛け持ちでやってるんだ。配信者なのに偉、人に流されないっていうか好き勝手生きてるからね、うん、適当だよ適当、適当だよ俺は。レムさんはその久々もうニコ生しか見てなくて最近ふわっち来たタイプでしょ。だって久々って言うけど俺もう11ヶ月ふわっちでやってるもん。もう1年ぐらい経つよ。青壁でおむつになっただけで特定された。あ、そうだよね、最近来たんでしょ。っていうかね、こっちの方がニコ生っぽいよ今。もうニコ生リスナーガッて流れてきたから今ふわっちがニコ生みたい。逆にやりづらいもん。昔の俺のこと知ってるリスナーがガン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 コメント書いてもう荒らしまくってるもん。うわこれニコ生じゃんみたいな、ふわっちじゃないよみたいな。少し前まで居心地良かったんだけどね。誰かを絶対的に信頼することがあるやろ。ないね。俺が誰かを信頼してること見たことある？俺ないですよ。まあないと思うよ。逆に太郎さん俺の何を見てきたの？俺が誰かを信じたりしてるところある？ないっす。ないです。マジコミュ障でマジ人嫌いだからないよね。ないです。誰かを絶対的に信頼することがあるやろうってどこどう見たの？借金だったのあれ。泣け出しの貯金って聞いたよ。あれなんだっけ、なんでもやっちゃうでしょ。あれ借金だったの？なんで借金で深夜庁にあんなことやっつ、深夜庁に企画お願いするのに100万かけてるでしょ。依存もないね。なんでかっていうと俺超孤独体制強いから。だって俺あれだよ、リスナー以外の知り合いいないんだよ今。あとのんちゃんぐらいだよ本当に。カードローンで借りたの？それリスナーさん知ってるの？それリスナーさん知ってるの？ちょっと電話で話してえな。ちょっと、なけなしの貯金って聞いてたんだけどな。ちょっとなんか闇が深い話じゃないのこれ。占い師奉仕してたのやめた。OK。何を言ってるか全然わかんないわ。うん、まず俺占い信じねえし。まず俺占い信じねえわ。君は依存体質やから、俺の何を知ってるの？すごい決めつけてくるよね。すごいグイ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 来るよね。何なのこの流れは。いや別にいいけど、好きに思ってくれていいけど。誰あなたは。俺の全てを知ってる神の目線。すげえな。病気だろもう。踏み倒そうかな借金。ていうかさ、トムソーヤさん今絡める？電話無理？コメントだけ？コメントだけ？電話できたら電話したいかもしんない。ちょっと話聞いてみたいわ。俺何でもやっちゃう。100万使ったのは知ってるんだけど、事の経緯とか何をやったかとか全然知らないの。ちょっと話を聞いてみたいな、それ。すげえな。それ大丈夫なの？和道くんが人の運、彼女に依存してる。彼女に依存するっていうか恋愛関係は依存じゃないの？依存しちゃダメなの。人の運すごいって言われてた。だから占い師が言ってたよ、人の運だけはすごいってよく言われる。
どんな占い師にもあんまり金銭運はいい方じゃないけど、莫大な財産掴むほどじゃないけど、正直食うにこだまらないタイプだわって。でそこそこ小金持ちになるわって。ただあんた人の運がやばいって昔から言われる。あの人が寄ってくるんだって。いや仮な、どうなんだろう。っていうかなんでそんな100万も企画に使ったのかがよくわかんねえな。新八町の大ファンなの。すげえな。カードローンって結構高利貸しだから高いぜ。単純に和道が好きなやつが同じタイプだから。え、ちょっと待って待って、もう太郎さん何言ってるか全然わかんないんだけど、俺が好きなやつって誰？和道が好きなやつが同じタイプって言ってるけど、俺が好きな人知ってるの？意味わかんねえわ。なんでそんなに自信満々なの？変な意味だ。ポジティブ。俺ポジティブだね。いや気になるでしょ、そんな決めつけ発言されたら。全然意味わかんないよ。あんま信用すると何とかれるよって言ったら怒られた。よくわかんねえわ。いや人は寄ってくるタイプだと思うよ、うん、昔からだからなんだろう、人ばっかりいるイメージだね。で閲覧でも人寄ってるでしょ。めちゃ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 閲覧稼いでるの。だからもうそういう星の下に生まれてるんだよ。閲覧モンスターなんだよ、閲覧モンスター。これしょうがないもん。閲覧が閲覧を呼ぶんだよ。何のちゃん覗いてんの？坂どうしてる？こっち側見てるわ。君による人は影があるやつ、あるやつばっかだよ。否定はできない。俺がね、多分ね、影がある人好きなんだよ。なんかね、シャイニーが嫌いなんだよ。俺は。シャイニーが苦手なのね。なんかこう、やっぱダークネスな感じの方が好きだから。そこは別に否定はしないけど、多分太郎さんもそうだよ。コウメちゃんいらっしゃい。ちょっと待って、関慎吾さんが面白い配信やってんだけど、超サウナ配信でサウナに機材持ち込んでサウナの中で配信やってんだけど、この人頭悪いでしょ。パソコンぶっ壊れるよ本当に。なんでお風呂配信ダメだからサウナもバンでしょ。なんでこんなみんな頭悪いの。グレーゾーン、グレーゾーンっていうかさ、すげえな。こんな笑うっしょ。こんな笑うっしょ。もうなんかもういろいろ突っ込むところが多すぎるんだって。だって自分のことこうやってスマホで映してるだけなんだけど、突っ込むところが多すぎてどっから突っ込んでいいのかわかんねえかんな、これ。ネヘリットとか呼ばれてるし。ネヘリットわかんないでしょ。ネヘリットってあのベルセルクっていう漫画のあのアイテムなんだよ。そう、なんか気持ち悪い顔のアイテムの。携帯ぶっ壊れるぞ本当に。なんでサウナの中で配信やろうと思ったんだろうこの人。
新しすぎるだろこれ。チャレンジャーだよね。でもお風呂はバンだけどサウナは確かにバンとか基準はないよね、うん、いや笑うっしょこんなの。サウナの中で配信やってるんだよ。笑う、こんなの笑うだろ。今日面白いでしょ。関さん復活したよな。あ、30分やってハート2つの受賞プロ、あ、俺プロ配信者やめた。やめたやめた。うん。やめたやめた。俺プロやめたから。もうプロなのでやめる。うん。いや、笑うっしょ。なんか突っ込むところが多すぎるんだよ。画面上に。なんかもう情報量が多すぎるっていうか。うん、ああ、今川さん、ご無沙汰。いや、笑うよね、こんなの。今日、昨日お話できて、嬉しかったです。幸せ時間、ありがとうございます。みんなが何と言おうと大好きです。ああ、ありがたいコメント、ありがとうございます。じゃあ、花火が来たんで、一曲プレゼント。はい、花火師は動画大好き大好き、花火師は動画大好き、花火ありがとう。ありがとうございます。いや、やっぱね、花火には曲で返すっていうのが礼儀だから。花火には曲で返す。それが俺のやり方だよ。酢醤油の囲いリスナーが来たな。酢醤油面白えよな。酢醤油面白いんだよな。いらねえよ、そんなの。俺がやりてんだよ。そっち側がいるかいらねえかなんか知らねえよ。俺がやりたいんだよ。3年後、いきなり来たらこれ。いや、だから花火一発もらったら歌うんだよ、俺。オリジナルソングだよ。オリジナルソング。ありがとうございます。花火師さん、特命さん。あざーす、いやー、サウナ配信はすげえな、ほんと。なんか頭おかしいな、みんな。もうね、全員病人だよ。全員病人。有名配信者は全員病気だよ、病気。どうしようもねえ、ほんと。結構末期の患者ばっかりでしょ。迎えられたのかと思った。なんで初見を迎えなきゃいけないんだ。てか、なんだろう、俺酢醤油は結構これから来そうだと思うんだけど、すごいキャラ固まってるからな。酢醤油のキャラのガチガチ感はすごいよね。あれ、俺さっきの枠でラストにするって言ってたよね。ちょっと待って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 、のんちゃん、俺なんで枠開いてんの。ちょっと待って。俺さっきの枠で、もう終わりにして寝るわ、飯食ってって言ってたよね。うん、なんで俺枠開いてんの。ボケちゃった。いや、素醤油俺も来ると思う。これから来ると思う。間違いなく来る。うん。いや、だから素醤油の囲いリスナー来て嬉しいの。素醤油は来るよ。間違いなく。それは置いといて。素醤油は置いといて、置いといてだよ。来るんだけど、酢醤油は。なんで俺配信つけてんの、うん、あ、来た。あ、来た。まあ、ピザ食う配信やるか、じゃあ。のんちゃん、こっちおいで。あれ、どっか行ったな。また行っちゃった。また行っちゃった。この家、分かりづらいんだよね。あ、ここです。あ、ここです。あ、下です。こっち、こっち。あ。
俺の財布どこだ。どうした、財布しんね、あ、いった。筋肉痛で飯食ったら最後にしようか。うん、うん、寝よう。飯食ったら眠くなるから。うん、うん、見て、ちょっと待ってね、機材があれだから申し訳ないね。あれもう配信バカだから。ちょっと待って、座れねえな。もうさ、ちょっと待って、手下ろして。この絵面すごくない？なんかさ、北斗の拳じゃねえんだからっていう。この絵面、北斗の拳じゃん。え、右手、え、ぶっ壊れたよ、のんちゃん。のんちゃんは右手今骨折中で折れちゃった。2日後に、あの2日後に手術で。うわ、うまそうな匂いだな。あ、のんちゃんさ、海苔持ってきて。海苔、うん、いや、ケンシロウでしょ。いや、でも昨日あんだけ神回起こったのにさ、のんちゃん知らない、のんちゃん知らないってすごいね。昨日あんだけ大炎上したのに、え、のんちゃんどうしたのっていうリスナーさんがいるのが逆に斬新だわ。のんちゃん昨日88発殴ったんだよ、配信書ね。え、のんちゃん、うん、フルボッコにしたもんね、うん、のんちゃん大丈夫じゃないよ。だから腕折れてるっつうの、腕っつうか拳折れてるっつうの。ここが折れちゃった。小指の付け根ね。骨折したよ。これで骨折しなかったら笑うっしょ。100% 折れてる。これ赤いる？いらない？あ、いいよ。どれく、え、じゃあ俺半分かけていい？うん、のんちゃんいらない一切。うん、いいよ、全部いい。全部いい？四つ目に上がってるんか。俺のツイッター見たらもう上がってるよ。ボッコボコにしてたよ。ボッコボコ。ミュウツーのことボッコボコにぶん殴ってたの。ねえ、すごかったよね。ヒョードルも殴ると拳折れるみたいなが、彼女はヒョードル並みのパンチ力だ。え、見てないの？グッジョブ。ヒョードルとか、ヒョードルとかじゃないよ、もう。アーネスト・ホースト並みの蹴りと、ガゼルパンチ放ってたから。ガゼルパンチ、俺リアルでガゼルパンチ出したの初めて見たもん。マジかよって。仲いいよ、うん、うまい。それ初めて食う。海苔追加するよ。セルフ追加トッピングするよ。すっごい怒ってたよ、見てた？
もうやりません。え？もうやりません。そうだね。のんちゃんを怒らせたらダメなの。世の中には怒らせてはいけない人がいる。松平のり子43歳、いやじゃあ47歳、敵に回しちゃいけない女。いただきます。これがのんちゃんの好きなガーリック。うまい。そっか、左手で食うしかないのか。うまっ。うんうん、やっぱデリマヨでしょ。正直やっぱ正直デリマヨだよね。うん、なんか普通。うん、何だよ。うん、うん、俺は35って言われて騙されてたから、うん、変わんねえよ。35も47も大した問題じゃねえ。ねえ、折れた折れた。ん？まあ質問来てるよ。ん？なんで殴ったのだって。ペーパーずつ。ん？と、ね、バズさんのことばっかり。うん。ネタにするから。いや、粘着でしょ。そう、粘着して、うん、悪口ばっかり言ってて、うん、それでどれくらい褒めてたら助かってた。ディス何割、褒め言葉何割ぐらいのバランス。半分ぐらい。半100% だったから。ディス100だから。うん、うん、大健闘です。ありがとうございます。うん、ガゼルパンチ良かったよ。うん、ドレさんに教わっておけばよかった。うん、戦い方ね。うん、うん、やっぱ照り焼きチキンだよ。いや正直そう思うでしょ。ハズレだって。ハズレじゃないよ、でも美味しい。いや、うん、まずくないよ。だけど照り焼きチキンこの後食ったら絶対、あ、和道さんだってなるよ。やっぱり和道さん正解だったわって。あ、怖い。うん、うん、だって俺照り焼きマヨネーズを超えるピザ食ったことないもん。両腕骨折。うん、大健闘、大問題。うん、もういいんだよ。コメントなんか意味なんかねえんだから。お前らが書くコメントにまともなコメントなんかねえんだよ。大健闘も大問題も変わんねえよ、もう。本当に。お前らの適当に思ってること書いて、ね。どうせ何言ってんだか分かんねえんだから。酔っ払ってんだろ。うん、うん、え、三脚でもぶん殴ってたよね。うん、カメラに映ってないだけだよね。うん、うん、和道さんが言われたら和道さんがやればいいの。面白くねえだろそんな。バカすぎるだろ。ただの喧嘩じゃねえか。うん、キモい。キモい。うん。
この女は自分も傷つけるし、人も傷つけるし、最低やな。なんだてめえこの野郎、最低の何が悪いんだ、最高なわけねえだろバカ野郎、こんなところでピザ食ってねえわ最高なカップルが。最低の配信者と最低の配信者の彼女と最低のリスナーだよバカ野郎、鏡見てこい、全員最低だよ、沼だよ沼、うん、今ここにいる169人の中に最高のやつなんか一人もいねえよ、ちょっと分かり合えたな。全員沼だよ、あサウナは面白いよ、最近慎吾さんエンジンかかってきたの。ほらテリマヨに行ったでしょ、どうなの正直。テリマヨでしょ、でしょ、吠えることを恐れないのか。あのね、あの、うまいもん食ってる時に太るとかいらねえから、そういう状況。うん。太りたくなきゃ食うな。うん。水も飲むな。痩せるから。サウナの中で走り回れよ。痩せたきゃ。太りたくて食ってんだよ、こっちは。太りたくて太ってんだから幸せに決まってんだろバカ。女に粘着してる弱さ、いや女に粘着したらダメでしょ、あのさ止めた止めないとかもくだらねえから、俺が止めたのか止めなかったのかっていう問題じゃないよ、のんちゃんが止まらなかったっていう問題だから。あれはのんちゃんの戦いだ。そうだよ、男松平のり子の戦だから。そうだよ、俺の女だよ。エビ死んだね、お亡くなりになられた。俺のエビあげる。もう止めた止めてない理論くだらねえから。おい、そうそう、お疲れ、バカありがとう。俺優しいだろ。隣のおばさんどうあれ？のんちゃんだ。おや、のんちゃんだよ。ファイターだよ。そんなこと言ったらこんなになっちゃうんだから、とりあえず彼女は間違ったことはしてない。だが和道さんはやはりやらせて自分の手は汚さない。これはクズとしか言いようがない、クズで結構だよ、食べるな。お前俺がイエスキリストだと思ってたの、ゴミクズだよゴミクズ。ありがとう。もうありがとう言わなくなったから。ありがとうやめた。
思ってるよりもありがたくない。だから花火もらったら歌で返す。シンガーソングライターだから。うん、俺のありがとうなんか見たくねえんだよ、俺のリスナーは。うん。精神疾患は罪は軽いってあれ間違いだからね。あれは心身虚弱だっけな、心身なんとかっつって精神状態が錯乱してたかどうかの一個だから、お酒飲んでても同じことになるんだよ。なんか要は錯乱状態とか普通の状態じゃないことを示す一個な。精神疾患イコールではない、厳密に言うと。精神疾患でも結構重い系の人いるから。心身喪失か。うん。酒飲んで次に軽くなるの知らないの？有名だよね。うますぎる。うますぎる。うん。テリマヨでしょ、やっぱり。うん。もうだから我が家はテリマヨ以外頼まないから。47歳です。ごめん。やば、ピザうま。昨日終わった。うん。ナイスファイトだったよね。うん。圧勝だったね。うん。うん。俺だから基本的にカメラ回ってないけど喋んないよね。うん。だってのんちゃんとも喋んないよね、俺。うん。ファミレスだって本当にコンビニ行くとかだけだもんね。うん、帰りコンビニ行くとか。日常会話俺のんちゃんとした記憶ないよ。なんかある？俺会話したことあったっけ？俺のんちゃんと会話したことないわ、一回も。いやあれ海外で通用するでしょ、ババアにボコられる若者。音声いらないもん。やった、優勝だ。あれはね、いやワールドワイドな動画だと思うよ。TKO だね。判定でも点数数えてるよ、うん、完全にのんちゃんの勝ちだ。うん。ベルセルクのりこにしよう。ベルセルクのりこにしてコテハン。ベルセルクのりこかっこ88。うん。下手ないらっしゃい。そろそろ身を固めたらって何の話してんの、うん、何の話。
専門用語使ってんじゃねえぞこの野郎、うん、ああごちそうさまでした。ごちそうさまでーす。あ、みーちゃんだ。こんにちは。昨日話してたね。何の話してた？コーラ飲む。こんにちは。はい、いってら。自信がないから自分より劣る人と仲良くしたい。自分の近くに奥石野だったり浅井さんだったり。あのね、俺はね、逆。浅井さんとか石野の方が俺よりはるかに強い。はるかに強い。自分より弱い人間だと思ってねえわ。だいたいまず横に置く球じゃねえし。言うこと聞かねえかんな。制御不能だから。何思い当たるところないわ。ないです。リスナーの妄想につけようほど暇じゃない。強いよね。浅井さんは強い。強い。いろんな強さがあるけど、浅井さんは強い。のんちゃんは普段そのなんつうんだろうね。のんちゃんは強いんだけど、なんつうんだろう、この強さがなんつうの、周期があるの。それが激しいタイプの。浅井さん常に強いから。うんうん、ずっと強い。かっこいいからなんなんだよ。することが重要かも。払拭すること、考えすぎ、考えすぎ。俺でもね、あの創始が、あのなんだっけ、あなんだっけ、胡蝶の夢だっけ、なんだっけ、創始のなんだっけ、なんだっけ、創始の、ごちそうさまでした。ごちそうさま、うん、こなんだっけな、創始のなんだっけ、まあいいや、創始の話はやめよう。強い人なら結婚して子育てして、ちゃんと大変な、子育てしてると思うが、のんちゃんと俺子供できない。あのさ、人のさ結婚とか子供がどうとかさ、クソダセーぞドグロ、おいマジでダセーわ。お前人の生き方にケチつけてかっこ悪いわ。もうやめた方がいいよ、ほんと。人の生き方にケチつけるのやめた方がいいよ。もう人間向いてねえわお前。ダメ、それはダサすぎる。クソダセえわ、かっこ悪い。どうでもいいよ、そんな。俺らが楽しければ何でもいいから。ケチじゃなく指摘？いや指摘はケチだろ。野暮だよ野暮。意気じゃねえよ、かっこ悪いよ。うん。何の権限があってお前が俺の生き方にケチつけんだよ。
強いって何なんだろうな。多分ね、なんか変な言い方だけど、その心の強さみたいな。で、ドレさんは強がってる人なの。ドレさんはすっごい弱い人なの。俺わかるの、ドレさん。ドレさんはね、ちゃんと最後まで聞いてね。ドレさんは心がすっごい根が弱いんだけど、それを強くしよう、強くしようっていう人なの。で、今強いの。でも、たまーにクソ弱いドレさんが出てくるの。本当に。で、そう。わかる？あの人絶対元は超繊細なのよ。もうね、ほんとね、ひどいよ。もうぐんにゃんぐんにゃんだから。俺だってね、ドレさん、もうね、ドレさんの、その、弱いところ、すげえいっぱい知ってんの。だけど、強いのよ。だから鍛えてんだと思う。わかるでしょ？そう。それに必死で抵抗してるっていうか、強くあろう、強くあろうっていう、なんかその、なんていうの？その、っていうのをすごく感じる。だけど、元はめちゃめちゃ繊細だと思うよ、あの人。すっげえ顔色伺うの、企画の時とか。すっげえ空気読むの。空気読めるってことはそういうことでしょ？だから、テルチャンピンとか本当に強いんだよ、あいつは。テルとかヒカルくんとか強いの。全く空気読まないし、ヒカルくんは空気は読めるんだけど、それは優しさタイプなの。ドレさんはね、何かに怯えてるんだよね。あいつは乳首攻めに弱い。弱そうだよ、ね。いや、ほーいって言ったそうだもんね。いや、だから俺はそこはドレさんの魅力だよ。うん、いい意味で言ってるよ、もちろん。だからいつも言ってんじゃん。ディスは愛がないと違うって。これはでもリスナーさんと共感できる話だ。本人は認めないけど。俺は違うの。俺は弱くて弱いまま期待もしないで遠吠え吐くタイプなの。わかる？俺は弱いの。弱いくせにめちゃめちゃ吠えるの、俺は。だ根本的にドレさんとは違うの。弱い人間、元が弱い人間だっていうのは一緒なんだけど、あの人は強くあり続けるっていうか、ソルジャータイプなのよ。俺はもうキャンキャンキャンっつって、はっ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 つって。わかる？わかりる？これ、うん。吠えまくるよ。ああ、吠えてるねーっつって。気持ちいいねーっつって。あと逃げ足も早いね。うん、逃げ足と遠吠えはめちゃめちゃ得意だから俺。わかりる？かっこよく言ったら狼ね。かっこよく言ったら狼だから俺。そう。純粋なんだろうね、多分ね。うん、ケチなんかつけてねえわ。うん、ゆいかさんはだからあれだよ。あの、ほら。ほら、だってゆいかさんなんてあれだよ。ほら。すっげえかっこいい。あの、ほら、ここまででかかってんの。すっげえいいところあるんだよ、ゆいかさん。いや、もうずーっと見てて。3年前。いや、昨日だったかな。あの、ほら、放送で。いや、あるんだよ。タイプ2が。すっげえかっこいいんだよ。あの、あれだよ。あれだな。今日髪濡れてないっすね。今日髪濡れてないっす。アンチはコメントするな。リスワンの養分だぞ。見てもログアウトしろ。ログアウトも1カウントだから。ログアウトも1カウントだから。何の話してたっけ？なんだかわかんねえな。今日はなんか、ざわついてるね。いろいろと。ざわついてたわ。ドレさん、いや、知識とか体鍛えるタイプの人は武装タイプだと思うよ、俺。武装してるなっていう感じはするよね、正直。めちゃめちゃ武装タイプでしょ。だからそこがいいんじゃないの？人間っぽくて。だから、あの筋肉の量は不安の量だから。
わかる。ドレさんの、だから鮫島さんは強いじゃん。心が強すぎて体一切鍛えない。花山薫タイプなんだよ。鮫島さんは。心が強すぎて、体を鍛える必要ない。それが鮫島さんタイプの。だから鮫島さんと対極にある感じだよ。そう。礼儀とかもそうでしょ。うん、ミズニャンのこと俺うるさいよ。ミズニャン語ったらうるさいよ。本当に。うん、松本人志、清原長渕タイプ。あー、繊細だよね。あ、わかる。この3人めちゃめちゃ繊細。わかる。この中に、松本人志、清原長渕、どれって入ってても違和感ないもん。わかるわ。だから、鮫島さんって浜田とかのタイプだよね。どちらかっていうと。浜ちゃんとか、あとなんだろう、芸人さんとかね、芸能人で言うと。鮫島さんはだからハートが強いタイプだよ。花山薫とか、うん、俺が大丈夫か大丈夫じゃないか興味がないね。知らねえよそんな。ガイアみたいな顔してねえだろ。ちゃんと顔見てねえよ。ガイアもっとベビーフェイスだ。どちらかというとこうやだろ。ガイアめちゃめちゃベビーフェイスだから、うん、ポンちゃん会ってないな最近。ポンちゃんめちゃめちゃ優しいかんね。ポンちゃんめちゃめちゃ優しいよ。みどりさんの T シャツ着てたの。みどりさんの限定グッズの T シャツ着てて、俺初対面なんだよ。で、ポンちゃんに、社交辞令だよ。その T シャツめっちゃいいっすねって言ったら、ポンちゃん何したと思う？初対面なんだよ。初対面なのに、脱いで、ワドを上げるって。俺、ほんと泣きそうになったわ、なんか。こんな優しい人いるんだよ世の中にと思って、えってなったもん。俺びっくりしたもん。いや掃除しようねそろそろね。その T シャツいいっすね、みどりさんの T シャツですよねっつったら、脱いで試合後の選手みたいで脱いでワードを上げるって、俺これは天使。ポンちゃんさん会ったことある？ 2,3 回あるかな。優しいよポンちゃん、めちゃめちゃいい人だよ。めちゃめちゃいい人。お前ちょっとあれは感動するもんな、なんか試合後の選手ではないけど配信終わったら T シャツ交換する文化とか面白いよね。ちょっとコラボ配信の後 T シャツ交換する文化作ろうよ。配信者も。なんかそれぞれのオリジナル T シャツ着て、こう脱いで最後交換するみたいな。なんか、なんだこれみたいな。そういうさ、謎ルール欲しくない？なんかお決まりのみたいな。まあ、配信者お決まりの、みたいな。笑う、笑うだろ、そんなもん。めちゃめちゃ笑うわ。俺ポンちゃん好きだわ。なんかその好きだわ。俺にはできねえよ。その T シャツいいねって言って ありがとうぐらいにしか言えないもん。なんかその脱いで渡すっていう愛はすごかった。愛を感じた。愛。沼アップに入れないならかっこよすぎるだろ俺。正直だよ。正直。正直だよ。
昨日のフットサルで一番かっこよかったのは俺だからね。あれだよ、整ってるなって意味でだよ。それはもうなんか暗黙の空気感じたもん。なんかこうシュマジローもライバル視してたし、シュマジロー、いやまあヒカルくんなんてね、やっぱ和道さんには勝てないっすよみたいになってるから、よーさんマジかっこいいっすよ顔ってなるわけだ。よいっすよ、まあどれなんかゲのゲだから、まああん中で一番顔整ってたのは俺だと思ってるよ。まあ深夜所か俺かみたいな。いや、ヌマップやってるでしょ。引き継げばいいじゃなくて。なんかね、俺はね、野田総理のあざとさが苦手なんだよね。あいつ頭いいよね。いや、そう、嫉妬だよね。いや、俺ね、ほんとね、ゴール一発も入らなかったことよりもね、パスが一個も来なかったことの方がショック受けてんだけど。どう思う？どう思う？あのね、しかもね、多分ね、みんな気づいてないんだよ。無意識でパスを一個も出してないの。それがね、リアルにね、なんかね、ぐさぐさ心を刺すんだよね。あ、選手交代の時、明らかにハイタッチしてくんなかったのとかも、すげえなんか傷ついたんだけど。傷つくだろう。みんな多分ね、え？あ、そういや、パスしてねえわ、みたいになると思う。一回もパスもらわなかったんだ。ただ、騒い、なんか大きな声を出しながら、ただボールに向かってダッシュしてただけなんだよ、俺。どう思う？悲しいよな、めちゃめちゃ悲しいわ、めちゃめちゃ悲しい、残念です。もう残念で残念で仕方がない。どうしたらパスって回ってくんのかな。俺にパス回ってたらね、得点王だったのに。いや俺抜い、何言ってんの、俺すごかったよ。もうここにパス来たらもうゴールだったよ。1対1キーパーと見てみ、ドローンで俺のライン取り、ここにもう絶対パス出したら点取れるって位置に俺必ずいるから。本当に。俺そういうのはすごいから。あのね、サッカーの解説者とかだったらわかるはずだよ。いや、ポジション取りうめえって。マジで。マジで。マジでよく見てごらん。あ、にわかしか見てねえから。捨て頃の時と一緒だよ、もう。にわかしか見てないから。サッカー経験者だったら、え、和道の動きやばってなるよ。和道の動きマジやべえって。すごいよ。まあだからパスの技術がね、一人一人選手に聞いてみたらいいんだよ。ディフェンス誰が一番嫌だったって、和道って言う。いや、和道のプレスはやばかったって言うじゃん。プレッシャー感じてるはずだよ。ビシビシと。プレッシャーを。ああ、まあ、サッカー経験者少なかったよね。経験者には勝てないよ。経験者には勝てない。正直無理。いや、逆にありがたいとかじゃなくても面白いね。俺の今、一番面白いと思ってる配信者はミュウツーだわ、正直。俺の中で今、旬だわ。こんなに面白いやつだと思わなかったわ。ガチで俺の中で今ブーム来てっかんね。いやもうなんか3週ぐらい回って面白くなったから、ね、こんなタイプの配信者初めてだわ。もう腹抱えて笑ったもん。
すごい。闇将軍以来っていうかね、やっぱね、童貞はね怖い、マジで。あのマジの、まあ、闇将軍とミュウツーの共通ネタで言うなら、童貞はやばい、あのいろいろとやばい、あの童貞はやばい、なんか狂気を感じるよね、狂気。エヴァンゲリオン初号機ですか、見えない。俺童貞とは仲良くなれない。いやーすごいよね、なんかね。え、ミュウツーって童貞でしょ？違う、童貞じゃない。わかんないけど、童貞でしょ。え、だって BGM あった方がいいじゃん。なんか BGM ないと寂しくない？なんかもう BGM ありきみたいな、逆に俺の放送じゃなくて BGM 聞きに来てんでしょぐらいに思ってるけど、どうなの？ BGM いらないの？結構退屈だよ、 BGM ないと。いや知らない。知らん、釜掘った。BGM あった方がいいよね。曲いいじゃんこれ。結構定番でやっていきたいんだけど。ワンパターンで飽きる。ワンパターンで飽きる。別の曲かけるか。何系がいいの？何系がいいの？アップなリズム、アップなリズム、アップなリズム、アップね、アップ、アップ。金がなくても宗教やってる。知らない、宗教やってないもん。もう宗教大嫌いだ、宗教嫌い、気持ち悪いもん。なんか先輩後輩とかマジダサい。早く生まれたら偉い、遅く生まれたら偉くない。バカすぎるだろ。バカすぎる、なんだろう、あとお墓に入れる、念仏を唱える、なんか合わないね。いや合わないでしょ、全然ダメ、全然ダメ。俺は苦手、正直言うと。俺は宗教嫌いだよ。もし金があってもなくても宗教なんかに頼ったら終わりだと思ってる。俺は宗教やんないよ。無宗教だから。生粋の無宗教です、生粋の。ホーミー。渋いな。
スネオ的 BGM、 うん、なんだよ、音楽変えろっつったから変えたのに。いや、和度鏡っていうか、なんかてめえで、てめえの生き方にポリシーねえのかっていう。自分の生き方でいいじゃん、自分が正しいと思って誰にも迷惑かけないんだったら。そう思わない、うん、FC で宗教まがいの配信してたやろうが。してないよ、俺宗教嫌いだから宗教に詳しいだけなの。宗教の説明をしてあげなの、うん、なんでキリスト教ってその人殺しとね、人を殺すことができて、さらになんだっけ、人を救うことができるのかとか、そういう教義の話をしてる。今日この曲かっこいいんだよな。あとどんなあったっけな。これ眠くなるな、これでいいや。これは結構気に入ってるね。もう寝よ、眠い。あ、もう時間終わり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 、お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。